千葉ロッテマリーンズ対この場面打席にはロペスが入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも打ちました。ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。回は4回の表ホークスの攻撃、5番バッターロペス。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ホークス1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるか。打ちました、痛烈な打球、打ちました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。ここで打席にはロペスが入ります。さあチャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球をねしっかり仕留めたいですね。レフト線へ持っていった、フェアグラウンドに落ちた。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。5番ロペス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。2アウトになっています。出ました、ファウルボール。膝元をつきましたが外れました。打ちました、いい当たりだ。下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸びて、次は4球目、ライト方向流しました、高く上がった、ライトオーバー。2アウトランナー三塁一塁、バッターボックスロペス。まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。初球は大きな変化球、ボールになります。内へ、これは決まった、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー追い、ホーク内に打ちました。大量